滅の刃の姫島さんに魔改造していきたいと思います。今回もネイル用のアセトンリムーバーを使って眉毛、目、口を消していきたいと思います。今回姫島さんとリカちゃんのパパの顔を比べてみたところ、眉毛も目ももうほぼ違いますね。口は姫島さんはもうちょっとムッとしてるんですけど、ここも難しそう。リカちゃんのパパはもう笑っちゃってるから、どうやってやろうかな。とりあえず目のパーツ、眉毛のパーツはほぼ違うので、もう全消しでいきます。びっくりしすぎてね、鼻血が出てしまいました。アセトンリムーバーはね、強力だと思う。手につくとね、手がこう真っ白になっちゃうんですよ。取り扱いはね、注意した方がいいですね。ジェルネイルとかのオフをするときに使うリムーバーだそうです。ドンキホーテにね売ってます。眉毛もいきます。もうね、迷いはないです。迷いなく消します。今回の動画の見どころなんですが、なんと鬼滅の刃のアニメで実際に使われている書道のテロップがあるんですよ。すごいね、素敵な。そちらを購入しましたので、アジン TV の動画でもそちらの書体を使ってテロップを売ってます。すごいかっこいいんですよ。みんなもね、絶対見たことある。今日はそこまで再現していきたいと思うので、頑張ってね、魔改造したいと思います。元がいい顔なんですね、やっぱりリカちゃんちは。みんなね、もともとがもういい顔してるんだ。半分消えましたけど、めっちゃイケメンだわ。アクリル絵の具で眉毛、目を描いていきます。少し唇を削ります。あんまり効果はないんですけど、少しだけこう平らになってくるので、こちらを使って削っていきます。前回のリカちゃんのうっせぇわも若干鼻と口とこの辺りのね、輪郭を削ってるんですが、ちょっとだけね効果がある。ちょっとだけね。鼻も本当はここの位置じゃないんだよな。ちょっとこう、ここに今黒で線描いたんですけど、この辺なんですよね、姫島さんって。ここにあるからな、穴が。どうしよう、削れるか。穴で、ここの輪郭はかなりね、この辺まで削らなくてはいけないので、これは不可能なので、シェーディングで影をつけてごまかそうと思います。顔が出来上がってきました。まだちょっとね足りないので、こちらダイソーで購入したアイブロウパウダーを使って彫りをつけていこうと思います。これ眉毛用のアイブロウパウダーなんですが、この辺り彫り深アイ、いいですね。ノーズシャドウにも OK。 これを顔につけていきたいと思います。その前に半分だけ髪の毛をカットしようと思います。すごいポーズになってる。わーみたいな。わー、やられた。生え際を本当は真ん中に持っていきたいんですが、前回の親方様の時にも説明したんですが、生え際をね真ん中に持ってくると毛がねちょっ
と、寂しいんですよね。ちょっとないんです。なのでなんとか、まあ、この状態で切ります。では半分だけ髪の毛を染めたいと思います。ほっ、半分だけやりたいので半分だけかけます。かわいそうに、かわいそうにいやー、すごいことになっちゃった。半顔メイクですね。もうすごい、どうしよう。すごく難しいなって思ったんですけど、意外とちょっと近づけることができたような気がします。髪の毛をね染めたらぐっと近づいたかなっていう感じです。今までと違って、前回から使っているあのスプレーがちゃんと髪の毛を染める用のスプレーなので、いい感じですね。バシバシにならずに程よくこうアレンジできる、いいです。はい、ということであと半分も改造していきたいと思います。今回衣装はこんな感じでダイソーで用意してみたんですが、これだけ200円で高かったかな。歯切れの紫、姫島さんって台服の中に紫入ってますよね。なんか胸元あたり紫だった気がしたので紫を買ってきました。あとは白と、これがメインの台服と、この赤すりなんですけど、ちょうどね羽織の色といいんじゃないかなと思って、この辺りを使えそうだったら使おうかなって思ってます。赤すり買ってみました。それでは新しいリカちゃんのパパ登場してもらいたいと思います。こちらです。どうでしょうか。さすがに衣装の羽織なんですけど、赤すりではねできなかったので、家にあったフェルトで急遽作りました。ちょっとこの辺りもねフェルト感が満載なので、またしっかりと衣装は作りたいかなと思います。でこのシリーズ継続してやりたいので、できれば柱を全員作りたいなと思ってます。かなりシェーディングをしました。もうここすごいシェーディングで、このネックレスはスライムキットに入っていた発泡ビーズを急遽フェルトに巻きつけてネックレスに見立ててあるので、この辺りもちゃんとしたビーズを見つけて用意できたらいいなと思います。今回はリカちゃんのパパを姫島さんに魔改造してみました。かわいそうに。本日もご視聴ありがとうございました。アジン TV の LINE 公式アカウントでは限定動画を投稿しています。友達になってくれる方はぜひ